回の動画は京阪25本線野江駅フル編成運転で正月ダイヤまとめ動画と解説になります。京阪25本線運転の解説です。今回は特急、急行、準急は7両フル編成での運転、しかし普通区間急行は4両編成となります。レイアウト、駅の有効上の関係で編成数に制限、撮影駅は野江駅、東急線での来往、正月ダイヤと平日ダイヤの通常で撮影いたしました。車両運用表などの詳細は走行動画の後になります。この後走行動画を公開いたします。ではどうぞ。
京阪25本線の路線図です。今回は7両フル編成の運転のため、いつもと違い有効長を長めにとっています。駅は全部で4つあります。1、淀屋橋駅、2、野江駅、3、茅島駅、4、三条駅と寝屋川車庫になっております。京阪25本線運転の車両運用表です。以下の通りになっております。通常のですね、京阪本線の運転の場合は4両編成を基本にしておりまして、それを2個引っ付けたような形になっております。そのためですね、いつもと違い編成が、車両と編成がちょっとかなりバラバラになっています。2400系や2630系についてはですね、週刊車を増結しておりますので、この辺は通常の4両に3両足したような形になっております。その他の7両編成ですね、1900系、3000系、5000系、1700系、600系、この辺はですね、4両編成を2つ合わせて7両を組み替えているような形になっておりますので、かなり順番がバラバラになっております。普通はですね、先ほど申し上げた通りですね、普通特急9号はですね、4両編成の運転になっておりますね。通常の4両になっております。今回は予備編成なしで運転いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。応援のいいねボタンもよろしく、チャンネル登録まだな方は登録の方もよろしくお願いします。ではまた。